はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの原法についてお送りします。で、前回ね、加法やったので今回は原法ですね。で、前回同様ポイントがあって全部で6問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方からまずポイントからね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。じゃあまずちょっと言葉からなんですけど、ベクトル A があります。で、こいつと大きさが等しくて、で、向きが反対であるベクトル、例えばここに今ベクトル AB、まあ、AB ってあって、まあ、ベクトル A って書いてあるけどね、これの向き、ごめん、大きさが同じで向きが反対。さ、フリーハンドいけるでしょうか。ごめん、ちょっと斜めになったけど、まあこれは同じ長さだと思ってください。で、向きが反対ね。で、これをちょうど反対なので、ベクトル A にマイナスをつけてマイナスベクトル A と、こういうふうに表します。ちょうど反対ね。だからここの答えもベクトルをマイナスベクトル A で表すと。で、これをベクトル A のホニャララベクトルっていう名前があります。で、これはもう分かりやすくて、ちょうど逆でしょ。だから、これを逆ベクトルって言います。いいね、逆ベクトル。で、これちょっと問題にはしてないんですけど、ぜひ覚えてほしいことがあって、例えば、今、ベクトル A っていう、アルファベット一つで表したときは、マイナスベクトル A って書くんですけど、例えば、ベクトル AB ってあるでしょ、これ、ベクトル AB。で、こう書いたとき、もしだよ、これイコールでね、つなげたかったら、こういうふうに直すことができます。いい？これどういうことかっていうと、マイナスをつけると反対になるんだよね、今ここであるように。ってことは、AB ベクトル、ごめん、間違った。ベクトル AB とベクトル BA っていうのは、ベクトル AB はこっちね。で、ベクトル BA はこっちだから、もし、ベクトル BA、こっち向きのものにマイナスをつけたら、こっちになるから、ベクトル AB に戻るんだよね。で、もちろんそういった図に関することも覚えてほしいんですけど、知識として、中のアルファベットをこう順番を入れ替えたとき、に符号を変えれば入れ替えることができるんだっていうのを覚えておいてください。よく使います、これ。いいね。アルファベットを入れ替えるんだったら符号を変えれば OK だよっていう。で、もう一個ちょっと色変えちゃいますけど、例えば青出なかった失礼しました。よいしょ。ベクトル AB 足すベクトル BA ってもししたときに、で、これは前回のね、動画でやったように、ここが B と B で同じなので、端っこと端っこをつなげることができると。だからその知識を使うとベクトル AA になります。で、もし図で考えるんだったら、ベクトル AB なんで行って戻ってくるから、スタート地点とゴール地点が同じなんだよね。つまりベクトルなくなっちゃうんだよ、同じとこに重なってるから。だからこういうのを、レイベクトルって言います。いいね、レイベクトル。この言葉も覚えておいてください。まあ、ちょっとね、ポイントは2問だけなんですけど、こっちの知識もぜひね、覚えておいていただけるとありがたい。で、次に、原法なので、ベクトル A マイナスベクトル B を図示していきます。前回の動画はベクトル A プラスベクトル B だったんですけど、で、これね、書き方結構先生によって違うなって塾講師やってる時に思ったんですけど、今回は俺が好きなやり方で教えます。なので、他の先生とか、まあね、友達とかでもいいんですけど、あれなんか違えなと思った時は、自分に合う方を選んでください。ぜひここに関してはね。で、自分はですね、このベクトル A マイナスベクトル B っていうのを、こういうふうに考えます。ベクトル A プラス、マイナスベクトル B っていう風なイメージでいるんです。結局加法に持っていきたいのはプラスに、そうすればつなげればいいから、こういってこういけばスタートとゴールをこう結べばいいわけでしょ、前回やったように。つまりベクトル A はいいんだよ、このままで。ベクトル B をマイナスベクトル B にしてしまえばいいと。でつなげればいい。だから今回みたいに3番ね、
ベクトル A があってベクトル B があるでしょ。ベクトル B のマイナスをつけたやつはさっきやったように反対になる。だからこっからちょうど反対、これがマイナスベクトル B になります。ちょっと短かったから。で、あとは同じ前回と、スタート地点はベクトル A の最初の始点のここです。で、ゴールは今回はマイナスベクトル B のゴールの方だからここになる。つまりスタートからゴールまでを結ぶ、ここがちょっと左側入るかな、ベクトル A マイナスベクトル B 入ってるねになる。これが俺のやり方ですね。つまり全部同じです。今回も4番もベクトル A は固定しとく。で、まあ一応ね、スタート地点はベクトル A の始点のここだと。で、ベクトル B をマイナスベクトル B なんで、こっち、反対ね、になるんですけど、A からこういってつなげたいんだよ。こうやって道にしたいから、ベクトル B の反対のマイナスベクトル B をここに連れてくる。はい、ですね。大体でいい、ごめんね。まあ、このぐらいかな。まあ、これがマイナスベクトル B だと思ってください。で、これは前回も言ったようにテストの時とかはきっとマスがあるから、ちゃんと格子状のこういう、でそれに合わせれば分かりやすいんだけどね。で、スタートがここでゴールがここ、そこを結べばいいから、ここがベクトル A マイナスベクトル B になります。で、全部同じようにいきましょう。まずベクトル A のスタート地点、ここをチェックしておいて、ベクトル B の反対、マイナスベクトル B をこっからこうつなげる感じね。だから、ちょっと待って、ね、もうちょっとかな、このぐらいかな。これがマイナスベクトル B だと。で、それの行き先がゴールになるので、スタートからちょっと曲がってごめん、ゴール、ここまでがベクトル A マイナスベクトル B になると。で、最後も同じように、今回、前回の動画と同じで、これ平行だと思ってください。ちょうどね、平行になってると。で、ベクトル A のスタート地点は、ここだと。で、ベクトル B が反対側、前は戻ったんですけど、反対なので、ここから繋げる感じで、今回。まあ、このぐらいかね。こうなる。で、それの行き先はゴール。こうなるので、スタートから、全部つなげたここまでがベクトル A マイナスベクトル B と。こういった感じで原本の図紙はやってみてください。たださっきも言ったようにね、ここちょっとやり方何通りかある、他の先生で違ったりしたので、自分の知ってる先生でね、だからまあこんな考え方もあるんだなという感じで、ね、覚えてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 B のベクトルの原法についてお送りしました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回からね、ベクトルの計算始まります。で、まあ最初計算式何個だ、2つか式の計算やっていくんですけど、恐ろしく簡単です。ベクトルの計算簡単なんだけど、あ、こういう風に計算していいんだっていうのを知ってもらえればね、大丈夫だと思いますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。